皆さんご存知デンドロパーク原宿店さんを、ね、撮影させていただきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。デンドロパーク東京原宿店店長の古翔です。うわめっちゃ綺麗。これがアザンゼブラジャガーですね。これが、ピュアダーウィンのアルビノに、これはアザンの比較なんですけど、右がイリアンジャーカーペットパイソンのアザン、はい、で、皆さんから見て左が、コースタルカーペットパイソンのアザンです。だからこういう見た目これはもうたまらないですね。これはクレイジーですよね。クレイジーですよ。これはちょっと、はい、もう一本ということで、はい、レオパー、あとボールパイソンと西アフモですね。ご案内させていただけたらよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、まあ、2本目ですね、はい、になるんですけども、今回はレオパ、西アフ、ボールパイソンちょっとね、紹介してもらおうかなと。おすすめの生態紹介してもらう、まあ、全部おすすめだと思うんですけど、はい、その中でも、まあ、その中でも、じゃあ僕の推しみたいな感じで紹介しちゃいましょうか、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと僕の推し、まず1匹目がこの子ですね。もうだいぶ大きい、もう即戦力の男の子なんですけど、でかいっすね、はい、スノータイフーンヘテロブリザードですね。まあ、なんでスノーマックスのレインウォータールビのエクリプス、はい、ヘテロでブリザードはいなってなってるんで、まあ、いわばもうヘテロイエティっていう状態ですね、うん、一応もうあのブリザードレインウォータールビのエクリプス、はい、まあ、いわばディアブロブランコのレインウォーター版ですよね、はい、あので一応イエティっていう名前がついてて、でそれにまあスノーマックスノーが乗ってるんで、まあほぼもうスノーイエティが狙えるような男の子になります。でまあもう体の体表とかも見たらもうザ・スノータイフーンだなっていうような感じのね、まあ見た目もしてくれてて、まあちょっと体がかなりでかいなっていうサイジングなんですけどね。でまあこの子ね、まあ、何よりも可愛いのはやっぱりエクリプスの作用ですよね。やっぱ目のところが、はいはい、ちょっとね、この子ね面白いの、横向いてるように見えるような目の抜けをしてて、はいはい、まあ、かなり面白いなと思います。かわいいですね。なんかすげえ横目で人のことじーっと見てるタイプみたいな感じになってて、で、まあ、かなり愛嬌もあって、あの僕としては結構こう顔の表現もそうなんですけど、まあ、持ってる遺伝子も含めても、まあ、全てにおいて、はい、まあ、この子はかなり優秀って言ったらあれですけど、すごいいい答えだなと思います。なかなかレインってあんまりいないですもんね。なんかやっぱりこうトレンパーであったりベルであったりとかね、はい、主張って言ったらあれですけど、まあ、こうメインになる方が多いと思うんで、まあ、その中でもこうレインウォーターアルビノっていうのはすごく僕も好きなんで、特にそれにスノーにレインにエクリプス入って、まあ、イエティも狙えるっていうところは結構いいと思います。いいですね、はい、でかいしめちゃくちゃでかいですからねこれびっくりした。この子めちゃくちゃ冷凍コオロギとかも、ね、バクバク食べるもん、ね、やっぱ食べる子はすぐ大きくなるんですよ。いやもうめちゃくちゃ大きくなりますね。で続いてご紹介するのは、まあ、続いてはレーダーですね、はい、まあ、その中でもかなりオレンジ味が濃いというか、あのかなり綺麗なレーダーだと思います。濃いですね、はい、すごく濃い。で、まあ、本当に全体的に、まあ、レーダー、まあ、エクリプスの際でかなり色が抜けちゃう印象があるんですけど、この子は本当に濃いいいレーダーだなと思いますね。あの全体的にこう柄の入り方になっているのもそうなんですけど、色の抜け、そして、まあ、あの尻尾のところもこう入ってる抜けとかを見るとすげえかっこいい匹だなと思いますよ。かっこいいですね。こんななんか、うん、エクリプス入ってて濃いのってあんまりいないじゃないですか、うん、やっぱりこうねどうしても抜けちゃうじゃないですか、はい、うん、でもそれでもやっぱそれはまあエクリプスのねあのいいところでもあるんですけど、まあ、この子は特にこうレーダーとしてあの、まあ、ベルとエクリプスともにあのすごいいいバランスで入ってるのかなと思いますね、まあ、これにもう一回ねあのホワイト&イエローレーダーにしてもねよりかっこいいと思いますし、これから先例えばね、まあ、ブリザード入れてホワイトナイトとかにしてもめちゃくちゃいいと思います。めっちゃ綺麗。しかもこれは日本のブリーダーさんの個体なんですよ。あ、そうなんですね。なんでやっぱりこう日本のブリーダーさんのレベルの高さってすごいなと思って、はい、いやもう尊敬しかないですね。すげー。結構あれですね、アダルトの個体が多い。あ、そうですね、大きい個体もいます。で、まあ、今時期的にまたちょっと輸入もしたりとかするんですけど、そういう時は結構ベビーも来ます、はい、あ、まあ時期的にこれからですもんね。時期的にっていうのもありますね。続いてが、僕は別の推しで、続いては、はい、バンディットですね。バンディット来ました。いい、いいね、もうおひげが
ついてます。立派ですね。立派なおひげがついてまして、もう素晴らしい個体だと思います。このブリーダーさんのバンディットっていうか、こういう系ボールドとかもやってるんですけど、黒がいかんせん濃いんですよね。いいですね。本当にね、なんかこう塗ったんじゃねえかってくらい黒がペタッとこう入ってきてるこの色合いが僕たまらなくて、やっぱジャングルカーペットもそうなんですけど、やっぱりね、はいはい、黒がとにかく好きで、はい、黒と黄色っていうのが、でまあ黄色全体的にまあちょっと少し育ってきて薄くはなっちゃってるんですけど、黒の濃さっていうのが素晴らしくて、まあ、顔つきもすごく可愛くて、ね、黒が濃いことですね。いいですよね。やっぱりこうね、ブリーダーさん、まあ、様々な考えを持ってこうブリードをされると思うんですけど、その中でもこうやっぱりこうバンディットとかボールドって黄色をこう主体とする生き物でもあるといったあれなんですけど、黄色をとにかく見たがるじゃないですか。黄色を上げていきたいみたいな感じになるんですけど、やっぱりね、黒をねしっかりこう残しながらこうやってるっていうのはめちゃくちゃ僕はいいなと思います。こういう黒が濃いバンディットっていうのは、ゆくゆく何かかけてもすごくね、いい感じのね表現体の答えを出してくれるんじゃないかなと思います。おー、ありがとうございます。めっちゃ綺麗。めちゃくちゃ綺麗です。続いてはこちらですね。おこちらジェームジーストーンウォッシュですね。はい。で、まあ、アメリカにあるジェームジーレプタリズっていうところが出しているジェームジーストーンウォッシュの親を使った、まあ、もうジェームジーストーンウォッシュ同士でかけたやつですね。で、一応これがですね、なんとデンドロパーク CB なんですね。え、あ、そうなんですね。そうなんです。デンドロパーク静岡にファームがありまして、でそこで繁殖された個体で、まあ、親は両方ともジェームジーストーンウォッシュを使ってますね。ラインも崩さず、ジェームジーが輸入した個体になりますので、ラインの兼ね合いも全く問題ないです。まあ、もうちょっとね、育っていけばこういうところの抜けがね、よりこうストーンウォッシュらしいところが出てきて、脇のこの青い部分がいい感じで出始めてますね。出始めてて、青いですよね。そうなんですね、ちょっと青みがかる感じになってきます。まあ、やっぱり結構ね、もういい感じにバクバク育って、ついこの間までドベビーだったんですけど、やっぱレオパは成長早いですね。早いですね。あっという間に今回になりますあっという間にすぐ大きくなるんで、やっぱさすがだなと思って。一応ね、ジェームジストーンウォッシュもアダルトの個体がいるんですよ。上がアダルトですね。で下が、まあ、デンドロパークシビのベビーで、まあ、ちょっとこう青みがかったような抜けが出るのがジェームジストーンウォッシュならではの特徴というか、いい個体だなと思います。まあ、これがゆくゆく、まあ、この青い部分がこの線のところになってくる可能性がこう高いっていうと思います。オレンジの面積この子よりこっちの子の方が多いんで、多いですね。まあ、オレンジの面積からしたらもうこの子の勝ちなんですけどね、はい、ただ青の面積はこの子の方が。この子はだいぶもう大人なんで、ちょっとこう、色が抜けちゃってるんですけど。僕たちはですね、トレンパー。そうです、トレンパーです。多分トレンパーっていうのもあって、こういう感じになるんだと思うんですけどね。はいはい、すごく美しいです。結構なんか、白く抜けるイメージ。そうですね。この子もね、もうオスなんで、バンバン下がってるんですよね。すごい。もう隣とかにメスが来ると、バラ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 って。あったかくなってきて。そうなんですよ。レオパーツ次最後の一匹で、はい、一応ちょっとこれもうソールドアウト個体ではあるんですけど、あーソールドアウトの個体にはなっちゃうんですけど、一応当社でこういったのが来るっていうのがあるんで、そう、これがこれがレッドデビルですね。フルキャラットですね。はい、もう完全に美しい尻尾を持ってます。まあ、タンジェリンベルアルビノの、まあ、いわば、まあ、ラインのレッドデビルになります。まあ、これはもう本家のレッドデビルをそのまま血統受け継がれた個体になります。まあ、全体的に今ちょっとね、多分寝てたりとかして、湿度もちょっと若干下がってたんで、色がちょっと抜けちゃってる個体になるんですけど、あ、そうなんですね。本当素晴らしい色をしてます。これでも抜けてるんですか。はい、まあ、若干ね、あれみたいな作用がありますね。やっぱりブラックナイトみたいな、あー、はいはいはい、こうちょっと温度や湿度であったりとかに若干のこう依存であったりですとか、うん、そういったのが少しあって、それで色合いがちょっと変わってきたりする個体もいます。全体的にやっぱりこういう、まあ、タンジェリンベルっていうのは、はいはい、もう本当にもう貴重だと思うんで、こういった個体もデンドロパークは入ってきますね。大元が確か中国のラインだったと思うんですよ、ね。あ、そうなんですね。はい、確かなんで、もう貴重なラインにはなってきましたね。という感じで。ありがとうございます。じゃ続いて西アフをご紹介したいと思います。西アフ、はい。デンドロパーク比較的、まあ、西アフに関してはシンプルなモルフが多くて、はい。まあ、なんで、大体20コンボの個体が多いんですけど、まずご紹介するのがホワイトアウトアメルです。はい。でこれタイから来たホワイトアウトアメルなんですけど、なんかね、このブリダさんのホワイトアウトアメルがすごく綺麗で、まあ、なんかアメルの中でもオレンジっていうよりはちょっと赤みがかったような感じになっていて、そうですね、この背中のストライプがすごいこうなんかピシーって綺麗なストライプが1本入っている感じです。でなんかちょっとこう周りが神々しい感じになっていて、なんかすごくね、いい感じのホワイトアウトアメルです。綺麗ですね。もうめちゃめちゃ綺麗ですね。そ
すごいオレンジが濃いですね。そうなんです、オレンジも濃いですし、まあ、顔つきも本当かわいい顔してる西アフなんだろう、かわいい顔、西アフはやっぱ顔が顔が命では西アフはもうこうホワイトアウト雨で、うん、すごいかわいい子だと思います。結構西アフはなんかシンプルな方が好きで、あ、本当ですか、なんかたくさんなんか入ってるよりもなんかこういったのがかわいいですよね。そうですね、結構いろいろ入るとなんかパターンレスになりがちというか、あー確かに確かに、パターンレスが入ってなくてもパターンレスっぽくなるっていう。そうですね。で続きましてはズールーですね、まあ、本当にズールー単一モードです、はい、まあ、もうこの子はね、なんで選んだかっていうと、ね、ズールーシンプルに顔が可愛いんですよすごく可愛いですね、顔が可愛い、顔が可愛いし、あのしかもこの子もデンドロ CB です。あ、そうなんですね、はい、この子はデンドロパク CB になります、ね、西アフも、西アフも一応当初やってました。すごく可愛らしい顔してて、なんか坊主の子供みたいなところがあって、まあ、尻尾も色抜けも綺麗でズールーだしさ、パキッと、はい、色されてますね、まあ、やっぱこうお腹の鱗がねこうちょっと薄くなる、ね、薄くなってるのもやっぱりこうズールーならではかなっていうふうに思います。こういう感じでね、確かに、はい、かわいい、ね、大体こう西アフもこうスイッチ入ってくるとめちゃめちゃ食べるじゃないですか。そうですね、今この子たち今ちょうどスイッチ入ってる時期なのかすごいよく食べるんですよ。指噛まれそうに、うん、なんかペロペロしてるワンちゃん、多分コールドにちょっとでもしたらバクっていったのかみたいな感じのね、あれです。続いては、続いてこちらホワイトアウトキャラメルですね、まあ、キャラメルとホワイトアウト入るとね、結構こうなんかオレンジがかった感じになるのが僕結構好きで、はい、まあ、全体的にアメルって淡いオレンジじゃないですか、はい、こちらどちらかというと濃いオレンジというか、なんかこうちょっと色合いが他の、まあ、アメルとはまたこう違った感じのやつが僕好きですね。この子も結構なんか濃いですね。そうです、この子すごい結構濃くて、あとめちゃめちゃよく食うんで、お腹ボテンボテンです、ね、でも男の子で、まあ、本当にもう多分もうちょっとしたら、はい、ブリーディングにもね、なんかやれるんじゃないかなっていうことになります。まあ、顔つきもね、ちょっとこう、鼻先がツンと尖った感じがして、可愛くて。このくらいの大きさになってくると、西アフ自体は結構どんくさい動きになってくるんで、そうですね。なんかこう、例えば、コミュニケーションを取りたいんだよなっていうことがあれば、まあ、すごくこうコミュニケーションを取りやすい、はいはい、答えになってくるかなと思いますね。じゃあボール行きましょうか。お願いします。なんか僕はなんか小川さん結構ヤモリのイメージがあるんですけど、ボールパイソンもお好きなんですか。ボールパイソンも今11匹。あ、そんなにいらっしゃるんですか。僕は結構サトポラとかヤモリのイメージが近いなって。あんまりボールパイソンは確かに動画はあんまり上げてないかもしれないですけど、たくさん上げてくださいちょっとボールが特に静岡店の雪男がすごい好き。いやもう熱を感じますね、毎回。田中も雪男も本当大好きなんで動画とかライブとか見てると。じゃあちょっとご紹介していきましょうか、はい、まあ、結構まずはモルフをちょっとたくさん乗ってるやつが、うん、ああいいですね。ちょっと脱皮まで申し訳ないですけど、こちらはですね、スポットノーズモハベフリーウェイですね、はい、まあ、スポットノーズモハベイエローベリーアスファルトっていった状態で、はい、まあ、僕もフリーウェイが大好きなんではい、はい、もうフリーウェイがめっちゃ好きなんで、もう初手からフリーウェイ紹介しちゃったんですけど、やっぱモハベの鐘でちょっとこの辺り紫がかかって、もう全体的にこうさーっと綺麗な一本線がこう入るっていうところで、もう素晴らしいフリーウェイだと思いますね。まあスポットノーズとモハベ、まあスポットノーズにフリーウェイが入ってる個体自体が結構珍しいと思うんですよね。スポットノーズフリーウェイとかもこのブリーダーがよくやってるんで、すごいね、こうなんか珍しいところにこうなんかスポットノーズ入れてるやつだなっていう。スポットノーズどこで感じますか。これやっぱりこう鼻の部分であったりですから、こう全体的に色の抜け感とかで、まあ、スポットノーズ感じたりします。あとはね、これちょっと今脱皮までから分かりづらいんですけどね、頭がもう少し抜けてるんですよ本来。あ、そうですね、はい、だからそういったところでは結構ねスポットノーズらしさっていうのが出てくるんで、まあ、そういったところだと思います。結構分かりやすいですね。分かりやすいですね。で、まあこのブリーダーさん多分これあと片親が多分おそらくパワーボールなんですね。あ、そうですね、はい、片親がパワーボールなんで、そうです、個体全員スポットノーズ確定してるっていう個体の可能性もあります。なんで結構1回のブリーディングでこう輸入するときにかなりの確率でスポットノーズ入ってる個体が多いんですよ。だから多分もしかすると片親がパワーボールだからなんですよね。で片親にパワーボール使ってるっていう情報も来てるんで、はい、そういったものもあるかもしれないです。まあ、もう続いてはボールパイソンを語るにはもう欠かせないものですね、はい、クラウンですね、はい、でクラウンなんですけど、これクラウンのヘテロ VPR ゾーンです。ああ VPR ですね、はい、のオスですね、まあ、なのでもうメスで例えば VPR ゾーンヘテロクラウンとか、はいはい、お持ちだったらアザンクラウン狙えるような答えですね。素晴らしいですね。まあもうクラウンっていうもうもはやなんて言ったらいいんですかね、ジャンルっていうか、
何においてももうクラウンが必須条項くらいにはなレベルになってきてると思うんですよね。でもうその中でもこうなんかヘテロで何かを持ってたりとかするとよりこう皆さんの中ではこう好きな方が多かったりだとかするんでね。でまあもう本当によくなんかボールパイソンってあとはなんかよくメスの方がみたいな話よくされると思うんですけど、はい、オスなくして繁殖はできないんでね。そうですね。なんでこういうクラウンのヘテロ VPR さんとか、はい、アザンクラウンとかをこう狙っていきたいっていうことでしたらもう間違いなくこういった個体を持っていた方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、顔つきもめちゃくちゃいかついですね。やっぱクラウンが入るとね。まあ猫目の感じとか、まあなんかこうボールパイソンって蛇の中でも可愛いジャンルとされますけど、やっぱりクラウンは別格でかっこいいが勝るかなっていうところですね。一匹は欲しいですもんね、クラウン。ちょっとやんちゃなんで気をつけて。ちょっとやんちゃでヤンキーボーイなんで。これがご紹介するのがブラックパステル GHI ポス YB ネオパード、ヘテロクラウン 66% ヘテロパズル。パズルですか。でパズルの遺伝子が 66% で入ってるかもしれない、はい、でクラウンの遺伝子は、100% ヘテロクラウンで、イエローベリーとレオパードが一応ポッシブルなんですけど、多分ねレオパードはないと思うんですよね。なんかあんまりそうですね、はい、レオパード味は感じないんですけど、こういうちょっと 色上がりであったりだとかはちょっと YB 味は感じるんですよ。でまあブラパスと GHI は格だろう。ブラパス GHI が強いから。いや強いですね、 GHI が強いから。ただやっぱりこうあの体の、まあ、色であったりとかでブラパスの表現体も見えるので、はい、ブラパス GHI は、まあ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 、もちろん間違いないかなっていう感じですね。まあもうこれで、まあ、ブラパス GHI、まあ、これにあとモハベウーキークラウンとかかけたクラーケンですからね、はい、ブラックパステル GHI モハベイエロベリーウーキークラウンで、まあクラーケンなんでワンチャン狙えるっていう。あらー最高です。あらーすごいね、チミーサービスしてサービスです。なんかオレンジが強い GHI みたいな。そうですね。なんでまあちょっとこう GHI と、まあ、モハベはすごい大きいのじゃない。今ありがとうございます。じゃあちょっと今うーん。まあちょっとハプニングを起こした張本人ですが、はい、まあ最後にいい間が頼む。うん、繁殖じゃなくてもいいです。いや普通にもう個体として可愛い顔してるんですよね。ただ臆病ちゃんなんですけど、うん、ブラパスが入ってるから顔がいいですよね、っていう感じですかね。はい、ありがとうございます。まあその他にもまあ結構当店では、まあ、ボールパイソンもかなり力入れてますんで、はい、あの全体的に、まあ静岡店であったりとか名古屋店もボールパイソンが、まあ、特に力みんな入れてて、でまあ静岡店はもう特にボールパイソンの専門店に近い形で営業させてもらってますんで、はい、ぜひねお近くの方行ってみていただけたら嬉しいなと思います。静岡店行ってみたいですね。ぜひお願いします。東京店もねボールパイソン普段は結構ね ありがたいことにお迎えいただいて、今数が少なくなっちゃってるんですけど、はい、またたくさん入ってと思ってますんで楽しみにしていただけたらなと思います。はい、よろしくお願いします。新入荷情報お待ちしてます。はい、よろしくお願いします。はい、ということでデンドロパーク東京原宿店さん、紹介していただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。もうボリュームがすごくて、2本立てになってしまったんですけど、すいません、なんか僕がちょっと喋っちゃってたかもしれないです。申し訳ないです。いやもう本当に店長さんのプルショーさんの本当熱をね、すごい感じました。ありがとうございます。ありがとうございます。カーペットパイソンないし、こうちょっとね私たちのところでこう何かしらこう爬虫類愛護を楽しんでいただけるでしたら幸いでございますので、ね、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。またねちょっと遊びに来ようかなと。はい、ぜひよろしくお願いします。思います。多分あれですよね、トンブリとかそういったブリーダーズイベントにもゆくゆくは。そうですね、もう結構イベントは、まあ、ちっちゃいイベントだったら出店し始めてるんですけど、ああ本当ですか。またイベントでもお会いできたら、はい、またぜひよろしくお願いします。じゃああれですね、SNS とかも。あ、そうですね、デンドロパーク各種 SNS、まあ、Twitter、Instagram、YouTube、TikTok 様々やってます。お TikTok です。はい、TikTok、 ちょっと踊ったりはしてないんですよ。踊ったりはできないですけど、こうちょっとなんか爬虫類ライフを楽しんでいただけるような投稿してます。はい、なんかたまになんですけど、はい、TikTok ライブやってて、はい、ライブでライブしか見せない生態の限定紹介とかもやってるんで、よかったら、ね、あ、よろしくお願いします。ちょっと概要欄に貼っとくので。 ありがとうございます、嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。